もういいだろ。なぜですか。先生死んじゃうよ。死ねばいい。は？志を失った者はもはや抜け殻です。抜け殻に教師を名乗る資格はありません。ひどいな君は。あなたは理想を持ってあの学校にやってきたんじゃなかったんですか。頑張れば夢は叶うって。理想だけじゃやっていけないんだよ。現実見なきゃ。それが大人なんだ。廃校が決まったから。だから統一テストを生徒に受けさせない。大人の理屈ってやつですね。そうそう、ただ逃げてるだけじゃん。残された生徒たちはどうするんですか。あの学校を選んだ生徒たちはどうなるんですか。先生を信じてる生徒もいる。それでもあなたは逃げ出すんですか。俺は教師になりたかったんだ。あの学校にこだわってるわけじゃない。彼を裏切る気ですか。教師のくせに。ダメ教師、ダメ教師、ダメ教師。悔しいですか。悔しいですよね。悔しいならほら、撃ってこいや。かすげブザマだ。あれ、新人どうした。俺辞めます。俺止めないよ、どうせ廃校なんだし。そうですね。無様だ。先生、それでいいの？約束したよね、頑張るって。先生、なんとか言ってよ。なんとか言えよ。俺一人でも頑張るから。この学校が変わるって信じて。逃げないで頑張るから。
ドコモ、コカ・コーラの提供でお送りしました。統一テスト、うちのクラスだけでもできるように学校に頼んでみる。頑張ってよ。うせ、ほら行くぞ。高須先生、お願いします。統一テストの受けさせてやりたいんです。子供たちのためにもお願いします。そんなこと俺に言われてもね。お前やめる話は。教頭先生、お願いします。すいません。でも上にも通っちゃってるし、今さらそこをなんとかお願いします。校長に言ってみれば。お願いします。なんとかうちのクラスだけでも。いいよ。はい、上には伝えときます。あ、でもさ、教員評価制度の話しましたよね。一旦決まったことを覆すとなると杉先生の査定にも大きく影響しますよ。それでもいい？はい。このクラスなんですが、急遽統一テストに参加することになりました。あ、マジかよ。須磨だ。座れ。みんなにこれだけは言わせてください。この学校はなくなってしまうかもしれない。でも何があっても俺はみんなのことを全力で受け止める。だから先生を信じてほしい。杉先生。はい。統一テスト B 組だけ参加の許可が出たらしいですね。はい。どうしてそんな無駄なことを。え、でも生徒たちにとっては無駄ではないと。いいですか。あなたの行動は発注全体にとっては全くの無駄、むしろ迷惑なんです。スタンドプレーもいいとこだ。すいません。でも受けさせてやりたいんです。お前さ、昨日松尾先生に喧嘩やったらしいじゃないかよ。いやいやいや、そんなことないですよ。大丈夫なのか。だからそんなことないですって。おはようございます。おはようございます。あれ、なんでこの部屋の。え、今日テストだろ。だからちょっとあいつのことが気になってさ。うーん、珍しいね、人のこと気にするなんて。親心っつうの、先輩たちをこう心配になる部分もあるわけよ。
ないおいロッカーの鍵ここに入ってたロッカーの鍵知りませんか知らねえよ知らロッカーにテスト用紙が入ってるんですよロッカーの鍵の予備持ってませんかおはようございます千田先生、はい、ロッカーの鍵の予備持ってませんか持ってませんけどないないんですよおいおい落ち着けってもう一回別の場所探したのおいたアパートに一回戻ってみますは部屋にロッカーの鍵の予備があるんですすぐに戻ってきますおいちょお前あごめんなさい先生先生おおちょっとアパート行ってくれいやいやテストはそのテストそのテストには鍵が必要でその鍵がアパートにああ絶対戻ってくるからあ上等のクリッツハッチ急いでくださいはいあの抜け道とかすいません新人なもんであれあのもうここでいいですすいません中止かもなんでよ杉先生テストが入ったロッカーの鍵忘れたんだってなんだよそれいい意味ねダメじゃん間に合いません脱線